鈴木ひろあき VS 奥田圭介。ただいまより第3試合ライジンライト級スペシャルワンマッチを行います。青コーナー173センチ 70.05 キロ2戦2敗、三重県津市出身、巌流島全日本武術選手権2018優勝、巌流島の闘魂、奥田圭介。赤コーナー167センチ 70.90 キロ、総合格闘技デビュー戦、愛知県豊橋市出身、初代シュートボクシング世界スーパーライト級チャンピオン、怪物くん鈴木ひろあき。この試合はライジン MMA ルール、タクラウンド5分の3ラウンド制で行われます。精神的に注意してロープをつかまないこと、外に出さない、出ないこと、いいですか？はい、握手かな。よっしゃ、レディー、ファイト。左手だけ中入れて、それから手後ろに落ちて、ね、足だけはその問題はない、横だけ足だけ取っけて落ちて、そうそこそこそう、そこのぐらいでいいじゃん、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん、ナイス、ナイス。もう一回先と言ったのはね、肘だけ固定中にいるから、もうちょっと肘を上げて、アクション。肘だけ右、左肘だけ、そーっと取れるよ。いざでも大丈夫。その問題はない。相手力、あなたの力使ってない。一緒。そーっと回って、後ろ下げて、何個って。はい。選手に勝利の日が贈呈されます。
皆さんこんばんは、怪物くんこと鈴木博明です。は、本当にね、今この場に立てるのも、まあ、仲間たち、ベルトファイトチームの仲間たちや、盆栽呪術のみんな、今日は北川と、サトシ、本当にありがとう、オブリガン。でもまあ正直、まだ戦い足りないんですよね、これ。だから、ファンの皆様の声がね、僕の耳にも、また雷神本部にも届けばいいと思っておりますんで、たくさん僕の名前書いてほしいと思います。ということで、皆さん、また会おう。